サレクは、スタートレックフランチャイズに登場する架空の人物である。バルカン人の天体物理学者であり、惑星連邦へのバルカン大使であり、スポックの父であり、マイケル・バーナムの養父である。サレクは2165年に生まれている。バルカン人スコンの息子であり、バルカン人の初代地球大使、ソルカーの孫である。サレクは二度結婚し、息子を二人なしている。結婚前に、 バルカン人の妻子と関係を持って、サイボックを設け、地球人のアマンダ・グレーソンと結婚して、スポックを設け、アマンダの死後は同じく地球人のペリンと結婚したが、子はなさなかった。スポックは、サレクの意志に反して、宇宙艦隊に入った。マーク・レナードが演じた。日本語吹き替えは、加藤正幸。タイムトラベルの脅威に登場し、時間を遡り、 親族を装ったスポックと会っている。映画第3作であるスタートレック3ミスター・スポックを探せ。では、スポックの遺体と魂をバルカンに戻すよう、ジェームズ・ T ・カークに願う。後にカークはカトラがレナード・マッコイに託されていたことを知り、ジェネス装置で復活したスポックとカトラをバルカンに戻す。サレクは、スポックの肉体とカトラを結合させるよう、バルカン人司祭に願う。 スタートレック4故郷への長い道では、クリンゴン帝国に訴えられたカークのために、軍法会議で承認となる。カークらが地球を救った後、サレクはスポックと会話し、かつてスポックの宇宙艦隊入りに反対したことの誤りを認め、息子褒めたたえる。スタートレック V アラとなる道へにも登場した。スタートレック6道の世界では、2293年のトマー会議で、 外交官として出席している。第3作、第4作、第6作では、マーク・レナードが演じ、第5作では、ジョナサン・シンプソンが演じた。日本語吹き替えは、劇場版シリーズは、第3作テレビ版では、ナヤゴロー第4作テレビ版では、清川玄武、第6作96版は、田原あるの、新読版は一貫してナヤが演じた。英雄昇降群では、サレクは、 富士の英雄症候群にかかり、感情のコントロールを失っている。ジャンリュック・ピカードと、精神融合してなんとか、外交交渉をこなすが、ピカードを通して泣き妻・アマンダ、スポック、そして現在の妻のペリンへの愛情が吐露される。潜入。ロミューラン帝国、前編ミスター、スポックの失踪及び後編では、スポックが、長年バルカンとロミューラン帝国の統一を働きかけて、 来たことをピカードに打ち明け間もなくベンダイ症候群で死ぬマーク・レナードが演じ、日本語吹き替えは、新スター・トレックでは、山野ふみとが演じた。ケルビン・タイムラインのリブート版映画、スター・トレックでは、サレクは、息子の決断を尊重しながらも、バルカン人としての論理性を保つよう促す。スポックが、宇宙艦隊に参加したことで失望を表す。 ロミューラン帝国のネロがバルカン星を破壊した時、スポックはサレクを救い出すがアマンダは亡くなってしまう。カークによって恋に激高させられて、戦場職を失ったスポックをなだめる。アマンダを愛していたからこそ結婚したことを打ち明け、すべてのバルカン人が、見かけほど無感情ではないと話す。サレクとスポックは愛する故郷と家族の喪失を嘆く。ベンクロスが演じた。日本語吹き替えは、 佐々木敦史。スタートレックディスカバリーでは、サレクとアマンダ・グレイソンは、スポックより、年上の地球人、マイケル・バーナムを幼女に迎えている。バルカンの遠征隊にマイケルとスポックのいずれかを選ばなければならなかったとき、サレクは、実の息子を選んだが、意師に反して、スポックが宇宙艦隊を選んだことで深く傷ついたことが、明らかになる。ジェームズ・フレンが、サレクを演じ、 複数のエピソードに出演している。日本語吹き替えは、クスノキ大典が担当した。共造宇宙、スタートレック、ディスカバリーの共造宇宙では、サレクは、テラン帝国に反対する勢力の構成員であり、予言者と呼ばれる。共造サレクは、マイケル・バーナムに会ったこともないが、精神融合により、マイケルが別の宇宙から来たことを知る。ありがとうございます。